はい、それじゃあ、剣で取っていきましょう。手術室の鍵を手に入れたところからでございますね。ちょっとね、そっから、やり直しでござんすよ。こっちじゃねえや。まあ、とりあえず、どこで何が増えて、青鬼の出てくるポイントも、もう分かったので、とりあえず、射撃にして、ちょっとこいつらを。おう。OK。ボウ。あとは、手術室で、施設長の手を切り取ってやね。さあ戻ろ、帰りましょ。んで、施設長室の直前で青鬼が出てくるので、まあでもランダムだったら嫌だな。で、青鬼を撒いたら攻めましょう。それで OK。とりあえず逃走経路は確保しておきましょう。で、ここで出てくるから、逃げられるようにこっちにしておいて、よいしょ、ね。結構キワキワで出てくるのよね。ひたすら逃げる、ひたすら逃げる。逃走経路で前。とりあえず逃げるぞ、前。とにかく逃げるぞ、前。はい、オッケー。よし、セブや。おっと、セーブ。うぅふぅ。脱出できねえ。ういしょい。ショットシェル買おうかね。せっかくだし。ハニー。OK。まずはショットシェル。よっこいしょい。OK。いいよ。よし。よし、今度こそ行くぞ。はい、取るやないかい。
キエ。よいしょ。グレネードランチャー。よいしょ。ああ、いるね。よし。ここが施設長室。うん、いいフルーツといいワインがあるわね。パスコード。オッケー。ハニー。ウィッフィッフィー。うん、ほいほい。ハチミツは後でいっか。結局手首いらんかったやないかい。よしかよかいや。なんか洗い流せるもんは何かありませんかな。なんかその 1A とか 1B とかの権限がね、欲しいのじゃがの。ここは慎重に慎重よげ。よいしょ。さあ、ここから未知の領域じゃ。いや、いや。そっから出てくるか？出てこん。この回もかいな。まあ、うちがいいんやろうけど、めんどいな。おめえもかい。お前もかい。さて、どっかで4階の地図を手に入れたいんじゃがの。4階の地図はどこじゃろうか。なんかおるの？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 なんだと？これ届く？届かんか。届かんようじゃな。8000円。なんかここは飼育室か。そうか。でも何かしらで解放されそうやな。地図が欲しいね。お、カロリーメイトだ。青鬼ならそこの暖炉から出てくるんだけどね。お、特殊金属見えた。なるほど。そこでグレネードランチャーを改造するのね。おいおい。別にいらんけどさ。お、やった。
シェルター4階。あ、飼育小屋か。今、待機室。アコが、アコか倉庫ということは、アコが、なるほど。ここが待機室で、ふいふいふい。あ、倉庫があるね。じゃあその倉庫まで行こう。多分その倉庫があれやからね。どうやらゼンマイ式のようだ。ちょっと倉庫に行こう。倉庫に行ってまずセーブしよう。こっちが倉庫じゃな。出てこん。よし。OK。ん？ルナスという名の書道家のようじゃ。ほいほいほい。ふんふん。邪気のまるで他人の花が咲いたような。どんな人生を歩めばこんな笑顔が浮かべられるのかしら。少しだけ。お、小さな鍵。シャギャン。よいしょ。やめる。とりあえずだな。小さな鍵。タグはついてない。とりあえずセーブをしまして。よし。とりあえず拠点がありゃ一安心なのや。よいしょ。どっちから行こうかね。やっぱさっき言ったところを埋めようかね。ちょっと待って。それとも。動力設備棟はそっちか。動力設備棟行ける？やっぱりちょっと電気つけたいもんな。This way。はあ。動力設備棟、まあ、セーブはしたしな。ここが何になるんだ？モニター監視室。ほうほう。カロリーメイトだけが？青い USB メモリー。タカノエンブレム 3D モデル。うふい。タカノエンブレム。ほいほいほい。タカノエンブレム。となると、その権限が得られるのか、なんかの。また金属加工室行くかね。でけえのがいる。いや。めっちゃ自分から体当たりしていったね。死体暗視室の鍵。ほいほい。こっちで道合ってるよね。動力設備と。特殊金属か。特殊金属か。しゃ。しゃあない。金属加工室まで行こう。よーい。
殺してった。まあどこで出てくるかわからんからな。小さな鍵こっちになんか開くかい？この辺だわな。確かこの辺。こっちか。マグナム弾3発か。それだけかい。 1A2A タカのエンブレム。金属加工室行く前になんか1回ぐらい出てきそうやけどな、青鬼が。まあいつ出てきてもいいよ。よいしょ。いつ出てきてもいいよ。まあ、まあ、セーブはこれしたから。まあ、やり直しに時間はかからんのじゃが。よいしょ。よいしょ。はいはい。よいしょ。タカのエンブレム。さあ来るなら来い青鬼。まあでも先ほどのパターンだとあれの直前に来そうだしな。うん、めんどくせえダンジョンだ。よし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 。どの辺で来るかしら。出てくるとしたら通路なのよね。金属加工室はこっちだったな。ちょ、出てくるとしたら直前なりけるよ。来なかった。ここで合ってるよね。動力設備塔とか塔か。動力設備塔か。ちょっとちょっとちょっと、なんかいる。うん、曲がりにくいな。焼却室の鍵。うえぇ！もう一発。だいぶ消費したな。焼却室の鍵を手に入れたのはこっちか。電気つけらんねえの？電気つけらんねえの？鍵がかかっている。
解除しなきゃならんか。ここのマップが広いね。マップが広い。動力炉。バルブハンドルが外れて燃料も足りていないようだ。このままでは動かすことはできない。燃料とハンドル、めんどい。まあとりあえず今探索できるところは探索しておきましょう。チョコレート味。よし、スタミナを。ほんとバニラ味がいっぱいあるね。よし。探索できるところは以上か。ここで出てきたらやべえぞ。ここで出てきたらやべえぞ。今あの死体安置室と焼却室の鍵があるので、どうしようかな。はばかりに行く。やっぱこちら辺を先に埋める。廃棄物処理室には行ってない気がするのよね。廃棄物処理室は、鍵がかかってたはず。じゃあ薬剤調合室とバイオ実験室のフロアに行きましょう。ちょっとめんどくさいから、先にセーブすっぺか。めんどくさいからセーブすっぺ。よいしょ。よし。やり直すのめんどくさいからセーブすっぺ。よし、じゃあこっちフロア行きましょう。でこっちがバイオ実験室だな、多分。電気が通っておらず、電気通さなあかんのかって、また無駄落ちしてもうて。あら、もう矢が30本しかないわ。よし、社会に帰ろう。この暗い中でね、こらえちゃ困るからね。薬剤調合室だな。なんかいる？とりあえず探索じゃ。薬剤の調合ができる装置のようだ。なんか調合しなあかんのか。調合して燃料を作るのかい？ハニー。シャガン。オッケー。向こう側からしか開けられないようだ。薬剤実験室か。よし、はばかりのところへ行こう。ではこっちには何も、今んとこは何もないようじゃ。こっちがはばかりじゃがな。はばかりには絶対何かしらいるんだよな。
これまでのパターンから言うと何かしらいそうなのよね。サビ取り洗剤なんか来よった。出ぶってくる。なんか解毒アイテム持ってなかったかい。効果は速攻性のようだ。ほうほうほう、便利だね速攻性って。うーしょ、リンプス。やあ、うわふい。とりあえずサビ取り洗剤と、とりあえずはばかりは以上か。次、ここは薬剤実験室へ続く道じゃな。ん？ C がセックス。なんだこれ。これあれか？これもしかして頭文字か？最初と最後の文字かこれ。となると A の定義はこれ、 C がセックスとなるとこれ 6?B が ET となるとこれ 8?8? で D が FE となるとこれ 5? で E が TO となるとこれ 2? A が TE となるとこれ 3? ちょっとこの仮説で言ってみましょうかね。まあ問題はこれがね、まだこれを使う場所がないってところなんだけどね。うん。電子手帳かーい。向こう行かなあかんの、結局向こう行かなあかんのかい。まあ、言うてサビ取り洗剤だけか。ならまだやり直しは面倒くさくないわね。じゃあこっちだ。ちょっとビビるのよ、その音にね。待機室には行ったわね。換気室、生体実験室、解剖室。換気室に行ってみましょう。清浄されているようじゃ。じゃあ行けないわね。生体実験室、こっちだ。顔認証！ならデスマスク作れってか？マップをまたぐなっちゅんだよ、まったく。すげえ、雑魚的なら一発だで。ここが今解剖室か。お、なんだこれ。他は何もない。よいしょ、アンチ室。あとでいいのかよ。あ、届かない。出てきたところに監禁室。先の監禁室だな。オッケーオッケー。よいしょ。焼却室。
おう！なんだよ、まったく。鍵必要ねえじゃん。焼却室。おう、ゴミ袋の上を歩ける。液体燃料。うん、強力な可燃物まるまる。他は？他は？グレネードランチャー。まあ、監禁室の鍵はあるから監禁室行こうかね。まあどっかしら出てきそうだけどね。なんか行くまでに出てきそうだね。なんか出てきそうだね。よいしょ。なんかいるでしょ。あれ、なんもいないの？監禁室って割に豪華じゃなお。あ、ここは監守か。まとめてファイルに閉じないでいい。これって興味光って読み込んだ。あ、撮影時間がだいぶ長い。アビスウイルスとは再現のない細胞分裂を引き落とし、その結果失われた内臓や四肢すら再生する働きを持つ新種のウイルスだ。ただし現時点でとアビスウイルスに適性のないものは真っ先に脳細胞を加えて廃人と化してしまう。そうなってしまって自身の活動に必要である莫大なエネルギーを補おうとして、人としての理性や尊厳すら失い、本能のままに捕食行動を起こす生きる屍になってしまうんだ。しかし私は選ばれたんだ。80人1人、結構高いな。確率、適性のあるものとして神選ばれし者、これは神のご意志で、神はまだ私に、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと言っているので、だから私は神のご意志に従った。素晴らしい。投与後、わずか2日で癌細胞に侵されていた私の体はアビスウイルスに塗り替えられていた。私の体内に入ったアビスウイルスが癌細胞を食らい、手術で切除した同期すら再生の兆しを見せた。それだけではない。病的だった肌の色も赤みを取り戻し、ひび割れていた皮膚が張りや潤いを取り戻している。鏡を見て驚いた。病と老いで死人のようだった。死人のようなドキルドの顔は明らかに若々しさを取り戻していた。土系色でいいや。やはり私は神に選ばれたんだ。神を感謝いたします。ここ数日微熱がついている。どうやら体内のアビスウイルスが想定以上に活発なり、その数も増えているなら抗ウイルスらの量を増やして経過を見ることとする。抑制ができていない。どうやらアビスウイルスの働きは良くも悪くも私の想定をはるかに超えていたような。これは神が与えられし、神に与えやしのかならば、乗り越えられば神は乗り越えられる試練しかお与えにならないのだから。体がふわふわしている、地に足がついていない。まるで夢かモニター越しのような現実感のなさだ。熱の影響で意識が薄くなっているなら乗り越えねばならない。本日私の同僚が平仮名になっている。私をいぶかしんでいた。どうやら私が自身にアビスウイルスを投与したのではないか、そう疑っているようだった。これは何か手を考えねばならない。これは神のご意志なのだ。邪魔はさせない。選ばれた私を害そうとするとは神のご意志に反する。そんなことは許せない。異教とは、せねばならない。
神に逆らう異教徒に呼び立てたので私の糧としてやることにした。暗い土やら壊れた炭火のややうるさかったので首の肉を噛みちぎってやった。質感になった。赤い血がドバドバと出てピンク色の肉が食欲誘った。だから食べた神ご意志のままに食べ終わったら警備員に囲まれいだ新たな糧が来たのか。神よ感謝まずおいつついただき、ま、体がせっかいいけど私は抜くだけがこんなに肉を一うまかゆうま。神のご意志ね。ほんと便利で陳腐なことやね。まあこいつの脳内を花畑ぐらいはある意味で羨ましいよね。何せどんな行いだろうが神の意志の一言で己よしこを放棄して全てを神へ責任転嫁できるんやからね。いやお負けんなよ。おっ、おお前も出てくんの。いやそりゃないわ。うわやり直しめんどい。またジェクシャー。はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。